気を悪くしたなら謝る。ただお前さんは根っからの戦士なのかもしれないなってさ。そうかもしれないな。この場所を選び備えをしているのは魔物が増えてきたからというわけか。ん？ああ、最近は何かと物騒だからな。備えをしておくに越したことはないだろう。ジェイナスさんはこの町で何でも屋さんをなさっているのですか？ああ、ちょいとばかり個性的なやつが多い町だが居心地は悪くない。俺やあんたらなんかにはうってつけの町さ。なるほどな。百聞は一見にしかず、自分たちの目で見て話を聞いてみるといい。その前に荷物は預けておいた方がいいかもな。この通りをまっすぐ進めば宿屋がある。まずはそこに行くといい。ジェイナスさんはどうするんですか？俺はちょいとばかし野暮用を片付けてくる。また後で会おう。では私たちも参りましょう。イヴァ、しばらくこの町を拠点にしようと思う。いいか？そのあたりのことはあなたに任せます。ん？何か用ですか？すみません、驚かせるつもりはなかったんです。まさかこんなところで出会えるとは思っていなかったもので。よかった、やっぱりあなたも無事だったんですね。あれからずっとあなたを探していたんですよ。俺のことを知っているのか？知っているも何も、僕のことを忘れたんですか？あの、バイスさんは記憶を失っているようなんです。ですから。そうだったんですね。バイスさんのことをご存知なんですか？ええ、知っていますとも。決して忘れるものですか？バイスさんは僕の命の恩人ですから。教えてくれ、俺は何者なんだ？それは難しい問題ですね。僕はあなたのことを親友だと思っています。けれどそれは僕からの一方的な思いで、あなたは僕のことを志賀にもかけていなかったかもしれません。そんなことはどうでもいい。俺は何者なんだ？一体何をした？すみません、僕はあなたの質問に対する全ての答えを持ってはいないんです。あなたと僕の関係は先ほど申し上げた通りです。あなたは全てを語ろうとはしませんでした。ですが僕を必要としてくれました。そして僕にとってはそれだけで十分だったんです。だから全てを聞こうとは思いませんでした。僕に答えられるのはあなたのごく表面的な事柄だけです。でもそれを話すことはできません。
なぜだ、なぜ答えられない。僕が説明できるのは、僕が作り上げたあなたという人物像に他ならないからです。それはあなた自身や周囲の方々に誤った認識を与えてしまう可能性があるからです。あなた自身が自然と記憶を取り戻すこと、それが一番だと思うからです。そしてそのお手伝いであれば僕にもできます。あの、先ほどおっしゃっていたバイスさんに助けられたというのは。ああ、それなら話せます。ただ内容が内容だけに。私たちのことであれば気にする必要はありません。そうですよね、バイス。続けてくれ。あなたがそう言うのであれば、かいつまんでですが、ええ、お話ししましょう。きっとあの時の影響であなたは記憶を失ったのでしょうから。ただなぜとは聞かないでください。本当に僕には答えられないんです。僕はあなたに必要とされていた、それだけで十分だったのですから。あの日、そう、選考の日、僕とあなたはセラの民の神殿にいました。そしてその剣を手に入れ、神の封印を解いたのです。それで剣を手に入れた俺はどうしたんだ。それはとても激しく厳しい、しかしどこか物悲しさを感じさせる戦いでした。その戦いでバイスが神を殺したのですね。はい、彼が剣で貫いた箇所から光が飛び散り、そして辺りは光に包まれました。その光は周囲のありとあらゆるものを巻き込み飲み込んでいきました。太陽を覗いた時のように目がくらみ、視界のすべてが白く染まるように、まるで世界のすべてを光で染め上げようとするかのように、僕はその光の中で死を覚悟しました。その時です、彼が身を挺して僕をかばってくれたのです。その後のことはよく覚えていません。気づいた時にはこの大陸の海岸に打ち上げられていたんです。これでお分かりですね、あなたのすべきことも。みんなさーん、お集まりで、どうだい、いい宿だろう。って宿について語り合えるような雰囲気じゃないな。どうやらあんたがこのシリアスな雰囲気を作った張本人らしいな。すみません、そんなつもりではなかったのですが。いやいや、こっちこそそんなつもりで言ったんじゃないんだ。気を悪くしないでくれ。あんたらがあんまりにも深刻そうだったんでね、つい。で、こちらの兄さんは？どうやら俺のことを知っているらしい。なるほどね。ああ、すみません。自己紹介が遅れてしまいました。僕はファスティと申します。ファズと呼んでください。
なんでファズなんだ。あは、それは濁点があった方が響きがいいからです。それ以外に特に理由はないので気にしないでください。なるほどね。まあそれはいいとして、これからどうするんだ。この辺りに森があるはずです。そこを目指します。確かこの先にあるアルド平原を抜ければイリア大森林があったはずだが、アルド平原はともかくイリア大森林の案内は無理だな。あそこは森人の聖域ですからね。だからどうしたというのですか。ちょいとばかし厄介な場所なんでね、なるべく立ち入らないようにしているのさ。僕なら案内できるかもしれません。実は僕考古学者なんです。それで各地の遺跡とかを調べていて、あそこにある大森林のことなら多少の知識はあるつもりです。問題解決ですね。だな。それではファズ、案内してください。おいおい、そいつは請求すぎないか。結構な長旅になるぞ。この町で装備を整えられるような店はあるか。そいつはもちろん、とびっきりの可愛い子ちゃんのやっている店がね。装備を整えるならアイテムショップに行くといい。怪我した時や情報が欲しければハンターズギルドだな。生傷が絶えないのは仕方ないにしても、少しはジョーちゃんを休ませてやらないとな。お気遣いありがとうございます。なになに、どういたしまして。俺はいつでも女性の味方なのさ。どう行けばいい。アイテムショップはすぐ隣で、看板も出ているから見落とすことはないだろう。ハンターズギルドはこの町の一番奥だ。どっちもこれからの旅には欠かせなくなるだろうから、顔見せくらいはしておいてくれよ。いらっしゃいませ。アイテムショップホーリーランプへようこそ。あら、初めてのお客様ですね。ご来店ありがとうございます。ゆっくりしていってくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
またのお越しお待ちしております。いらっしゃいませ。ご新規様ですね。まずはこちらでご登録をお願いいたします。はい、登録が完了いたしました。ようこそフレンスベルジュへ。本日はどのようなご用件でしょうか。何かございましたら何なりとお申し付けください。